第1回実行委員会を進めていきたいと思います。まず11時から、例年同様太鼓で子ども太鼓でスタートするということと、その後ポスターコンクールの表彰式、また、仮装パフォーマンスと、玉入れですね、で餅巻きと、千人踊り、吹奏楽部の演奏と、ダンスパフォーマンスと、その以降ですね、昨年すごく好評だった千人踊りの抽選会をですね、今年もなんとかやりたいなというふうに考えておりました。でその後は、バンド演奏ということで、当麻町に在住しております沖さんという方で、こちらアイヌ音楽というんですかね、沖さんが、ぜひですね地域を盛り上げるのに協力したいということで、実行委員長佐々木さんにですね事前に話があったということで、ここはぜひお願いしたいなということで提案させていただきます。でその後は、万流太鼓と流踊りで仕掛け花火、打ち上げ花火ということで、スケジュールを組んでおります。30回記念ということで、6時45分から、バンド演奏から始まってですね、プロジェクト動画の放映だとか、太鼓、流踊り、花火と、30周年、流にちなんだ部分をですね強調しながら進めていきたいなというふうに、スケジュールを組んでみました。絵本バーニュー伝説っていう絵本があるんですけども、それがまとまるのこの壁のところがちょっとステージのすぐ横に大きい背の高いところがあるんですけど、そこに、竜の絵をその投影しながら、奥さんがその音楽をやってる時にその竜が現れてきて、そしてバーニュー太鼓が始まって、その竜踊りのフィナーレにつながっていくような形っていうのが、一応その万竜祭りっていう竜をモチーフにしたイベントっていうところでいくといいのかなっていうところがありまして、ちょっとやったことないのでちょっとこれから作ってみたいと思うんですけど、10回記念ということで予算の方も増額していただいて、端的に話をしちゃうと、なんか芸能人呼べばそれで済むじゃんみたいな部分ってあると思うんです。ただそれじゃなんかそのやっぱり地元 の, 特化したイベントで考えたときに、地元にせっかくミュージシャンがいるんだから、その方をやっぱり、地元として呼んだ方がいいんじゃないのかなっていうふうに僕考えました。でたまたまこれ僕から依頼したわけでも何でもないんですけど、沖さんちょっと知り合いで、そんな時にトーマを元気づけるようななんかそのライブをやりたいんだっていう沖さんのちょっと話があったもんですから、万竜祭りにの、どうでしょうねっていう話はちょっと事前にさせてもらった経緯があります。占領的には非常にもういくらでもいいんだっていう話も本人もちょっとされてたもんですから、トーマを元気づけたいっていう思いでおっしゃってましたんで、その辺でちょっと進めていければいいのかなと思って、首相部事務局とちょっと、提案させていただいたという経緯でございます。はい、いいと思います。沖さんが出てくれるっていうのはやっぱり世界的にも有名なアーティストなので、当麻町の人にも知ってもらいたいですし、もう町外の人にも当麻町にこんなすげえ人いるんだよっていうのを知ってもらいたいなとは思うので、ぜひ、はい、世界的な、世界です。札幌とか東京とか行ったらもうみんなうわ沖だ沖だってなって集まっちゃうぐらいのすごい人です。はい。